山、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 山。志望校合格。開明塾チャンネル。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。山氏です。今日は共通テスト2022年予想とポイントを押さえていきます。それでは早速予想を見ていきましょう。こちらになります。はい、まず第1問。25点分ありまして、平均 15.9 点ぐらい。12分ぐらいで解いていただければと思います。各分野から出題されますので、用語と問題文の理解が必要になります。知識だけじゃなく考察、しっかりやっていきましょう。続いて第2問。25点、平均13点で13分ぐらいを目安に解いていきましょう。電磁気の内容になります。実験を題材した問題になる可能性はありますので、しっかり読んでいただければ解けるようになってます。セミナーやリードアルファなどで同じような問題解いていきましょう。物理第3問、波動原子の問題、30点、平均点17、目安回答時間15分です。波動から出題されますので、ぜひ波動のところですね、問題演習とポイントとかも掴んでおくといいと思います。第4問、20点分ありまして、平均 13.9 点、12分でマーク数4。力学に関しては、得意な方多いので、最後の方の問題は難しいです。なので、必ずポイントを押さえて一つずつ解釈していただければ解けるようになっています。ぜひ皆さん、頑張って平均点以上を目指していきましょう。